はい。皆さん、こんにちは。トカヒナです。今回は、スマホの画面から失礼いたします。今回この動画は、JR 東日本の2024年3月のダイヤ改正について、横浜社の方をね、皆さんと一緒に見ていきたいなと思います。ダイヤ改正の主な内容としては、ご覧の通りでございます。ダイヤ改正日が、2024年3月16日土曜日でございます。 それでは、えー、最初は、こちら、特急列車でございます。えー、特急成田エクスプレースのリベンジを向上します。と書いてあります。えー、特急成田エクスペース7号の大船駅発車時刻を7時発に変更し、ご利用しやすい時刻とします。と書いてあります。時間としてはこんな感じでございます。 えーまあ、大船発で、ナイスエクスペースの方、5号が、えー、改正前は6時22分から6時38分、大船発、大船発は6時38分になって、で7号が改正前が大船発6時38分、改正後が7時ちょうど,ょうどとなっております、えー。大船駅6時22分発の ナイキタイクスペースは運転を取りやめますと書いてあります。それでは2番のところを見ていきましょう。特急踊り子の所要時間を短縮しますと書いてあります。えー、ご覧のとおりとなっております。え特急踊り子はえ、停車駅の見直しに伴い、一部区間で、えー、最大5分の短縮を行い、えー、速度 速達率を向上します。と書いてあります、えー。ご覧のとおりで。まあ、改正前、改正後の時間はご覧のとおりとなっております。特急通行、網代駅の停車を取りやめるんですね。じゃあ、続いてのページ、まあこっちですね。3番の方ですね。特急少年の所要時間を短縮します。と書いてあります。 特急湘南2号、特急湘南6号の所要時間を短縮し、えー、速達上を向上します。と書いて、速達性を向上します。とか言いたすね。こんな感じでございます。所、え、要、ー、時間を短縮する車、まあ改正前改正後が、えー、ご覧の通りとなっております。えー、特急、 湘南5号14号は日塚か,から小田原間の運転を取りやめますと書いてありますね、えーまあ、特急列車の方に関してはそうです、ね、続いては緑の2番の方、えー、総鉄 JR 直通線でございます、えー、今朝時間帯の利便性を向上します、えー、夜間帯の 運転本数を見直し、新たに、早朝時間帯に列車を運転しますと書いてあります。え早朝時間帯に運転する列車の主な停車行き時刻は、ご覧のようになっております。こんな感じですね。次のページですね。続、えー、いては横浜線でございます。 朝と夕方の通勤時間帯の根岸線との直通運転を拡大し、利便性を向上します。平日5往復、土、えっと、休日7往復を根岸線に延長し、直通サービスを向上しますと書いてあります。えー、まあ、ちょっとこれ、少しアしましょうか。東神奈川駅の列車到着本数が、まあ、平日上り、 ま平日の、土休日の下り上りに関しては、ご覧のようになっております。そうですね。ネギ線直通ですね。ネギス線直通がね、えーまあ、少し、まさに超えるという形ですね。続いては相模線です。えー、早朝夜間帯の 海老名から橋本間の利便性を向上しますと書いてあります。早朝時間帯の海老名発を橋本から夜間帯の海老名止まりを橋本まで延長運転し利便性を向上しますと書いてあります。延長する列車としてはご覧のとおりとなっております。米梅印の方ですと海老名駅21時50分発茅ヶ崎行きは平日、土休日ともに運転を手にやめますと書いてあります。 相模線に関してはこんな感じとなっております。え続いては5番、南部線でございます。え平日日中時間帯の快速電車の時刻を分かりやすくしますと書いてあります。え平日、データイム、10時から16時に運転している快速の始発駅発車時刻を分かりやすい時刻としますと書いてあります。始、ま、発、あ、駅の発車時刻のんですけども、 ご覧のとおりになっております。まあ、現行、まあ、川崎,川崎駅始発駅は、えー、発車時刻が27分と57分で、立川始発の列車が23分、53分と書いてあります。えー、改正後は、えー、川崎発が、えー、0分と30分、えー、立川発が、えー、15分と45分になっております。まあ、川崎のところに関して見てみますと、えー、10時ちょうど発 の快速は設定がありません。と書いてあります。米米印の方は各駅停車の運転時刻も変更となります。と書いてあります南部線に関してはこんな感じです。続いては津波線ですね新型車両 e131 系の導入が完了します。と書いています。そうですね。e131 系に関してはま今月の24日でしたっけ？24日に順次導入するという形でございます。えい。 131系車両全8編成の導入が完了し、快適な車内空間を提供しますと書いてあります。そして、全線でワンマウンテンを開始するということですね。まあ、要するに205系の電車が引退するということで、まあ、通見線、まあ、205系1100番台、ここもどうなるかがちょっと正直気になるところもありますね。まあ、通見線に関してはこんな感じでございます。 続いては7番、東海道線でございます。朝通勤時間帯の下り列車の混雑を緩和しますと書いてあります。朝通勤時間帯に10両編成で運転している下り列車1本を15両編成とし、混雑を緩和しますと書いてあります。15両編成となる列車の主な停車駅時刻はご覧の通りとなっております。車通駅が小金井発5時35分。 終着駅小田原8時37分、まあ、改正前今だと10両編成ですが改正2024年3月の大学改正から15両編成に変更するという形ですねえっと改良線に関しては以上となります続いては8番横須賀線です土、えっと、休日の混雑を緩和しますと書いてあります土休日のお客様のご利用の多い時間に合わせ大船から寿司間の運転方数運転時刻を変更し 混雑を緩和しまますすと書いてあります、まあ、こんな感じですね。えー、大船駅下り発車本数、えー、9時台の方に関してが、えー、原稿ですと7本ですが、えー、改正後は6本となっているんですね。えー、10時台に関しては、えー、原稿が6本、改正後が7本という形ですね。えー、鎌倉駅上り発車本数に関してはご覧の通り、 です16時台、原稿が6本、改正後が7本です。17時台は原稿本数7本、改正後6本です。18時台が原稿が8本、改正後が7本となっております。でそして新型車両を追加導入します。E 2 135系車両を追加導入し、快適な車内空間を提供しますと書いております。 中に全部置き換えられるんでしょうかね今、F30 編成以上まで、まあ、多分いってるのかないってるはずなんで、まあ、多分2024年中には置き換えられ、まあ、置き換えが完了するっていう形なんですかね。えー、その他の9番、その他の方に関しては乗り換え機での接続時間を見直すことです。えー、各線区の相互間の接続や 乗り換え駅での接続時間の改善を図り、利便性を向上しますと書いてあります。カッ2番が東海道線の一部輸送体系を見直します。ご利用状況に合わせて一部列車の行き先や運転区間を見直します。カッコ3番が列車の運転本数、運転間隔を見直します。 各線区のご利用状況に合わせて、ね、運転本数、運転間隔を見直しますと書いております。えーまあ、最終的な時刻は、まあ、こんな感じですね。この資料の時刻につきましては、2023年12月15日の時刻を掲載しております。最終的な時刻が2024年2月24日土曜日、発売予定の JR 時刻表3月号でご確認くださいと書いております。 ここまでですね。えまあ、こんな感じで、まあ、1、2、3、まあ、3ヶ月後、まあ、約3ヶ月後に、えこのようにダイヤが変わるという形でございます。さあ、えというわけで、えー、今回は JR 東日本の横浜支社の2024年3月のダイヤ改正について、えー、動画にしてまいりました。 今回の動画はこれで終わります。最後までご視聴ありがとうございました。